レッドゼニアルは日本の競争は2019年京都新聞杯の勝ち馬である。馬名の意味は冠名フランス語で素晴らしい。1月13日に行われた京都競馬場の3歳新馬戦に北村智和安城でデビューしたが3着に敗れ。2戦目の未勝利戦でも勝てず安城が坂井学に乗り換わった3戦目で初勝利する。 その後に出走した条件戦のアザレア賞に5番人気で出走して4着となった。続いて出走した京都新聞杯では11番人気と完全な不可閉扱いだったが、直戦で後にダービー場となるロジャーバローズをかわして1着入選。人気を覆す勝利で重賞初制覇を果たした。そして迎えた東京優秀では、サツキショーバサートルナーリアが人気の中心となったため、 本馬は単勝11番人気にとどまった。レースは道中後方につけて直線で進出を試みるも先行勢を捉えるに至らず発着となった。優勝したのは本馬が京都新聞杯で破ったロジャーバローズで12番人気での大金制を収めた。秋は神戸新聞杯から始動。4番人気となったがレースは1番人気、サーテルナーリアが完勝。 その後に2番人気ベロックス、3番人気ワールドプレミアが続いて、本場は4着だった。迎えたクラシック最後の一巻菊花賞は、サートゥルナーリアは天皇賞を目指し、ロジャー・バローズはクッケン園で既に引退していたため、サツキ賞がダービーバ不在で行われた。本場はダービーバを破った経験はあったが、ベロックスなどが人気を集め、 本場は最終的に7番人気となる。レースは道中は高1につけたが直線で追い込めず6着となった。日経新春杯から始動。竹豊が騎乗したこともあって人気を集めたが、スタートで後手を踏み道中のアンギアもつかない展開で7着に終わった。3ヶ月後の大阪杯では堺に騎乗が戻る。最低人気での出走で8着に敗れた。続く、 鳴尾記念は、最後肩から上がり、最速の足で追い込み3着を確保する。宝塚記念は、中段やや後ろにつけたが10着に終わった。その後は休養し、京都大賞店で復帰予定だったがトレ線での追い切り後に微出血を発症したため、同レースを回避することとなった。復帰までに時間がかかり、前走から9ヶ月後の大阪城ステークスで復帰を迎える。 レースはややで遅れ後方からの競馬となり急着に終わった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。競争場情報、レッドジェニアル2019年、東京優秀レーシングプログラム、京都新聞配、レッドジェニアル大金星11番人気の副兵が、令和初 JRA 重賞制覇。競馬ニュース、netkeiba.com。 2019年10月23日閲覧。神戸新聞杯、京都新聞杯 V レッドゼニアルは4着境、これだけ上がりが早いと。スポーツ放置。2019年10月23日閲覧。日経新春杯、レッドゼニアル行きっぷり、悪く7着、ゲートが悪くて、スポーツ日本。2020年1月20日、2020年1月22日閲覧。 JRA, レッドジェニアルは、微出血のため、京都大商店を回避競馬ニュース。netkeiba.com。2021年6月3日閲覧。レッドジェニアル。netkeiba.com。株式会社ネットドリーマーズ。2019年5月29日閲覧。ありがとうございます。